というわけで、タイトルの、まあ、通りなんですけど、ちょっと久しぶりに本当にこれもう嘘じゃなくてガチの喧嘩しましてついさっきガチの喧嘩しまして、うん、で、まあ、今日はちょっとね喧嘩以外でも普通になんか疲れてたんで、うんね、今トニー寝かしつけ終わってちょっとコンビニ飯食おうかなっていうので、うん、ちょっと夜ご飯作る気力ももうないので、はい、買ってきました。仲直りして30分も経ってない仲直りはしました、はい、でまあ食いましょう、うん、ちょっと食べよう、はい、私はわかめそばです。僕は、カツ丼でございます。動画でカツ丼を食べるのは2回目ですね、うん、人生初のカツ丼食べる動画すっげー遥か昔に出しましたけどいやーバチバチの本当によくねありがたいことになんか喧嘩とかね全然しないんですね、うん、みたいな、うん、しなそうですねみたいなコメントいただくんですけど、うん、まあどうだろうな。いやするよ。普通にするよ。普通にします。まあ頻度で言ったらめっちゃ多くはないですけど、まあ普通、うん、うん、まあでもしない方かなとは思ってんだけど、まあちっちゃい喧嘩はポツポツするけど、うん、なんかやばいのは年一ぐらいかな。年一ぐらい、なんかもう本当にやばいレベルで言うと、もう本当にお互いがはぁみたいなで、なんかマジのバチバチの本当になんか、うん、軽いのは、おー、何々しようみたいな感じで、うん、あ、ごめんみたいな、それはもう一瞬で終わる喧嘩。喧嘩っていうのか、それって。でもまあちょっと強めの話し合い、強めの話し合いだけども、修復不可能はムファサとスカーのレベルいや、ムファサとスカーで言うとしたことないでしょその修復不可能はオーモライじゃない。それのレベル、シンバとスカーか。あー、そうシンバとスカーレベルはないけどさ、うん、あでも今日のはマジで普通にそのなんかどん怒鳴り合いみたい な、うん、なんかお互い部屋にこもるって、俺はちょっとなんかその後も普通にちょっと顔見たくないなぐらいの、うん、ね、さきちゃんもすげえ顔怖かったし、それがさあちょっとトニーの前でやっちゃったのがね。そうなんだよ。そうで、まあ喧嘩の内容なんだけど、うん、まあ、全容はちょっと乾杯、あはい、乾杯、仲直りあ、うまい。喧嘩の全容はちょっとなんかすごい話長くなるんで難しいんですけど、まあざっくり言うと、まあ、よくある夫婦の喧嘩とはちょっとジャンルが違って、まあ、YouTube の、ね、ことでちょっと言い合いになっちゃって、その今日出したいなと思ってた動画があったんだけど、まあいろいろあってその時間が結構ギリギリになっちゃって、どうするかみたいなので、いや今日出すべきでしょうみたいな、いやでもそのストックにしてこの日にしてみたいなペース作った方がいいんじゃないみたいな、まあ簡単にめっちゃ簡単に言うとね、そう、もっと細かいところあったんだけど言い合いのポイントはね、でもまあざっくり簡単に言うとこんな感じで、結構その、まあ、それがヒートアップしてバーンってなっちゃって。そうだね、うん、まあ、お互いの言い方やな、内容というよりはお互いの言い方が今回はそうそうそうダメだった。そうだね、なんか今日結構昼ぐらいから出かけたんですよ。でなんかその出かけた後に、まあ、帰ってきてすぐね、そう育児して、うん、で編集してみたいな感じでちょっとバタついてたので、そのなんか疲れも多分お互いあって、うん、あったよね多分ね。あったかもね。それもあってかなんかすっと普通に食ってるんですけど、これです、佐藤水産のルイベ漬け。これに関してはコンビニで売ってない、うん、そう、これふるさと納税でゲッチしました。はい、はい、これはねちょっとちびちび食べてるんですよ。あ、これちょっと鳥箸欲しいな。あ、スプーン、ああ、それ用に出したスプーンをカツ丼の汁につけられたこれ喧嘩やなどうしよう、ご飯で拭く新しいの持ってきて私はね、お蕎麦にね稲垣家自家製の梅干しをぶち込んでます。これが毎年お母さんがつけたものを
送ってくれる世界で一番美味しいと思ってる梅干しです。梅そば絶対うまい。でそれでまあバチバチの喧嘩をしてしまって、そうやっぱりそのまあ珍しいパターンでね、我々夫婦で YouTube やってて、うん、YouTube をやる上での喧嘩は少ないんですよ、うちは。それで言うと、うん、多分こういうどっちかというとちゃんとした、まあ、意見の言い合いっていうかさ、うん、こういう風な感じにしないみたいな、喧嘩とかじゃなくて普通にね話し合いみたいになることは多々あるけども、うん、バチバチので言うと少なくて、どうなんだろう、まあ夫婦でやってる人とか、スプーンをください、カップルで、ね、やってる人とか、うん、どれくらいの頻度でそういうなんかバチバチになるのか分かんないけど、まあ、でもお笑いもさ、まあ、コンビと一緒じゃない、うん、パートナーっていう意味ではうちら、うん、まあ、うん、そうね、一つのものを二人で作ってるから、うん、なんかね、最近見たやつでね、今回さ、本人の前でさ、ちょっと言い合いしちゃったやん、うん、それもほんまにあかんなと思って、うん、ちょっと反省したんですけど、うん、ただ、なんかね、一つだけ子供の前であの喧嘩した時のメリットっていうのがあるっていうのを最近見てね。メリットあんの？そう、もうあかんって言うやん、精神的に、うん、脳に影響がとか、いろいろあるんやけど、うん、それはあの仲直りするところを見せることによって、うん、まあ、トニーが幼稚園とか小学校でさ喧嘩した時の仲直り方法を親から学ぶっていうメリットは一応あるんで、ああそういうこと、反面教師に、うん、だからその喧嘩を見たことない子供ってどうやって仲直りすればいいのかわからないってなるから、うん、そうね、そう、あの兄弟がいない場合とか特にね、うん、うち一人っ子やからさ、うん、仲直りするという前提、絶対に目の前で仲直りしてるところを見せなあかんねんけど、うん、その場合ではメリットになるっていうのは聞いた。なるほど、うん、確かにな、分かんないもんな仲直りの仕方がな。そう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 、で仲直りしないとやっぱり子供はずっと親仲悪いと思っちゃうから、うん、それはほんまにずっと、ね、あの不安にさせちゃうから。そうね、だから今日もねハグを目の前でして仲直りしたよって、ママとパパ仲直りしたよって言ったらトニーもギューってね間に入ってきてねバーって嫌になって、俺部屋こもって、うん、でサキちゃんは、トニーを寝かしつけて、うん、っていうので、まあ、そこで1時間ぐらい間が空いて、うん、で俺編集してる途中で、あ、さっきちょっと言い方が良くないかったなっていう、普通に、うん、そう良くなかったなって思って、すごい後悔の念が返信しとガーって上がってって、うん、ちょっと謝んなきゃと思ってごめんねって言って、うん、そしたらさきちゃんもそう、私もその言い方が良くなかったごめんねって言って、うん、でなんかちょっとホッとしてな、うん、でトニーもトニーにねごめんねって言って、うん、目の前に出してごめんねってギューって言うねんな、トニーがね、そうそうギューって、俺らがいつも朝たにギューってねハグしてるから、それでギューって言うようになった、うん、ギューって言ってハグしてくれました。そう、我が家の喧嘩した後のモットーとして、できる限りその解決を、うん、早くするっていう、期間空けないっていう、すごい意識してますね、うん、期間が空くとさ、自分がさ悪い部分があったとしてもさ謝りづらくなるじゃん、うん、すごい嫌よね、その期間って、なんか、うん、そのしんどいね、謝りたいと思ってるけど、うん、タイミングが分かんねえし、なんか向こうもさまだ怒ってるかなみたいなさ、うん、でそれをお互いが思ってたらすごいストレスじゃん、うん、すれ違いというかさ、っていうのがあるから、できる限り早めに解決したくて、もちろんちゃんとごめんって思った状態になってからですよ、うん、そう無理には言わないよ、それはお互いどっちかもさストレス溜まっちゃうからさ、うん、そういう意味では広すぎる家じゃないからね、うん、うちんちは間取り的には引きこもりづらい間取りやからさその何個も部屋がある家やとさ顔合わせんくても生活できるけど、確かにな、広すぎるとそうなるのかな、うん、っていうデメリットもあるとは聞くけど、ああそう、でも広い家には住みたいと思ってそうだねいやでも広い家に住んだとしても俺行くわそれは
ただ飛びドア何個負けてガチャガチャ、あこっちじゃなかったこっちすげえじゃあこっちを確かこうここでピピ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 セキュリティがすごいピンポンごめんね開けて早く仲直りするのはマジで大丈夫と思う。そうな、いやそういう意味でもなんか子供が歌った方が仲直りしやすいのかなと思ったり、その子供のためにも、そのあかんなとか反省する機会、考え直す機会もあるし。ああそうね、やっぱ見ててかわいそうやもんね、いつもトニーはさ無邪気にわーとかさ自分が思ったことしたいことをわーってやってるけどさ、うちらが喧嘩した時はやっぱり2歳なりに空気を読んでさ、ちょっと静かになってさ、一人で遊んだりとか、ちょっとシュンってなんかな、そうこっちになんかちょっかいをかけてこなくなるから、あーって思ってだからって喧嘩しないどこしないどこってやったら溜め込んでどっかで爆発しちゃうからね、そのなんか思ったらすぐ言う、溜め込まずに、そうだからまあその日のさ機嫌とかもあるから言い方やな、伝え方を、そうね、その極力患者的にならず、こう思っているんですがどうですか的な感じで、いけたらまあいいけど人間やからな喧嘩はするよ、どんなに仲いい夫婦でも、いくら夫婦といえど100% 相手のことを理解してるかって言われたら自信ない、無理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 よね、100は、それは親子でもそうやと思う、血つながってても分からんし、AT フィールドがね、ありますから、そう喧嘩をするもんでした時にどう解決するかっていうのを決めておいた方がいいね、喧嘩したからコンビニ飯食べてるように見えてるかもしれんけど、そんなことはないな。コンビニ飯うまいから食べようっていう時も多々ある。そうそうそう。なんかいつも作ってる感出てるかもしれんけど、そうではない。今日はもう色々疲れたから、楽したいから、納豆だけの日もある。なんだ何も食わない時もある。なんかよく言われるんですよ、いつもうまそうなもん食ってんなみたいな、動画にしてるからねそういうの、こういう日もありますよ、成分はレベル高くてコンビニ飯とは言い難いこれは手作りと確かにな、確かになんか今ちょっと良くなかったわ、なんかコンビニ飯をさ、ヒゲするみたいな発言をしたけど、コンビニ飯を下見に見た発言しちゃったの俺今、そんなことはないね、贅沢品よな、むしろそのセブンは、私はとても高く評価していて、美味しいよねまあ他のコンビニも美味しいけどバラエティ豊富というかレベルがやっぱセブンうまいよ、うまい、スイーツのレベルも高いでしょ、あのセブンはやっぱ悩むもん俺、買う時どうしようみたいな、でさ、お惣菜あの一人暮らし向けにさ、発売されてる小分けのさやつとかめっちゃ美味しいね、わかるわ、うまいよね、うまいよな蕎麦汁飲むもうないけど飲むんや、うまっ、梅が効いてるでしょ、ああ汁だけでもうまいわ、妻の温かみよそれこんなそば取れる、安心感があるだろ家族だな、もう何のこっちゃよく分かんなくなりましたけどはい、なんかね、まあそういうこともありますよという東海市我が家も、別に意図的にそういう姿見せるわけじゃないけども、なんか喧嘩を一切しない夫婦みたいなさ、見え方も嫌じゃん、見られ方も、でもそんな夫婦いんのかな、えいんのかな、喧嘩一切しない夫婦って、まあ人は星の数ほどいますから、いるんじゃないですか、いるか、
まあそれがいいことかは分かんないけどね、正直分かんない。どっちかがさ我慢してなければいいことじゃない。そうそうそう、あ、まあそうだね、うん、どっちかが我慢してる可能性もあるからさ。我慢してって喧嘩ないって言ったらあんまり良くないかもしれんけど、うんうん、バシッと全てに合うっていう夫婦はいるかもしれんな。そうだね、うん、それで言うと我が家は2人とも我慢はしたくないタイプなので言うけど YouTube では仲いい夫婦で通ってるからやはり仮面夫婦やな。やはりなんてこと言うんだ。いやいや今日は仮面が取れて、今日は、うん、いつも仮面、仮面がチラリと取れた瞬間やな、この動画を。そうね、うん、おにぎりあるよ、それは食べないの。いやいやいや、それをもらうと、うん、あなたの好感度が上がって私が落ちるから。いや落ちねえだろ、受け取って落ちねえだろ。いやいやいや、たらこ昆布うま煮なんか誰でも食べたいやつや。私がもらうと、うわ、やっぱりさきちゃんの方が立場が上なんだってなるから。それを狙って今言うた。考えすぎ考えすぎ。はい、終わりです。